フッサの30年を共に歩んできた3人が組んだアコースティックバンド、ジボ&アワ。もう1980、70年代ぐらいからはもうお付き合いはあったんですけど、もう付き合いっていうか知ってはいたんですよ。この3人でね、初めて、今日足掛けもうだから5年目に突入ということで、やっぱりいいですね。あの譜面探すというのが彼のいい感じの。これは譜面と老人っていう曲なんです。絵を描く人とか小説書く人とかそしてあの音楽をやる人たちとか結構いるじゃないですか、仲間が。おかえりよまっすぐあなたを シンガーと二児の母、二つの顔を持つジボ。今ね、22と20歳かな、男の子二人。すごい、やっぱりちゃんとお母さんだからね。なんて言うんだろう。子供ができてからはね、楽しくて楽しくてね。歌うことなんて思う、忘れてる。うん、やっぱりいい時をねもらいましたよ。本当に。そんな彼女が歌を歌うわけとは。なんでしょうね。歌を好きだったんでしょ、ね、年取ってくるとやっぱりいろいろ考えるでしょう。いろんな場面に出くわしてやっぱり考える。ある程度ほら気持ちが動いている事柄とか、あ、こういうことはすごく悲しいことだなとか、逆にこういうことがすごく嬉しいなとか、そういうのを整理して言葉に置き換えて、あと詩を作ろうと思ってるのじゃないんだけれども、もう出来上がってくるのね。歌うことを忘れた彼女、再びマイクを取ったのには訳があった。みんなもね、お母さんだから子供のために生きてみたいようなとこあるから、ポカッと開いちゃうでしょ。あなたのお母さんもきっとそう。でも人生続くからね、なんとかね、潤いを持ってきていきたいね。